李思う博士は中華民国の政治家。北京政府の要人。後に不本意ながらも南京国民政府に参加した。字は参考。1903年、希望家巨人となる。その翌年、更新家紳士となった。公立系史大学堂を卒業して、戸部主事として任用される。以後、託支部で、各職を歴任した。1910年。 考え各し市,市長検事を政書所長となる。その翌年には税務支市,市長に移動した。1912年からは北京政府の財務部で各職を歴任する。1916年5月、財政部次長処理検氏を務所所長に昇進した。以後、断基図裏の暗記派において経歴を重ねてゆく。翌年4月には次長処理の地位で部務を代理した。 同年6月には中国銀行総裁を兼任し、8月に正式に財政部次長に就任した。1919年6月、平成局総裁を兼任し、12月、財政総長に昇格した。1920年7月、安直戦争により安基派が敗北すると、李思博氏も安基派の主要幹部として指名手配を受けてしまい、李は、 日本公使館に逃げ込んでいる。しかし1924年11月、段気随が臨時出生として復権すると、リモ、財政総長兼氏を、務と所、ただ主弁として再起用された。翌年12月、財政総長を罷免され、下野した。その後は、下北で銀行経営に携わったものの、1936年に、 気殺政務委員会委員に就任して政界に復帰。翌1937年に気殺政務委員会が解体されると上海に偶居するも日本により上海が占領されると香港へ逃れる。そこで国民政府のために中央にぎやか済み委員会第9救済区にぎやか無委員を務めた。しかし1941年に香港も陥落した際にリオモウヒロシは 日本軍に逮捕されてしまう。翌年2月、上海へ戻ることを許され、南京国民政府において、上海市市政市準委員会主任委員や、新聞報社長を務めた。1943年、上海市名商業貯備銀行当事長、中国通商銀行、東後と、交通銀行、東後ととなっている。日本敗北後、リオモーヒロ氏は、 新日政権の要人としては、例外的に官官としての追求を免れている。新日政権に参加した過程が不可抗力だったことに、加え、在任中に中国国民党や中国共産党の人種を密かに、庇護するなどの活動が承認されたためであった。中華人民共和国成立後も、李は大陸に留まった。やはり罪を問われることはなく、 上海市政治協商会議員に選出されるなど、厚遇されている。1968年1月28日、上海で病没。去年87。ありがとうございます。